新型コロナウイルスによる移動自粛などの影響で航空各社は軒並み赤字に陥るなど厳しい状況に置かれています。先行きの見えないコロナ禍で奮闘する航空会社 ANA の職員たちの姿を追いました。伊丹空港では多くの便が欠航していて、出発ロビーは閑散としています。関西の空の玄関口、伊丹空港。航空会社の ANA は通常1日に87便を運航していますが、緊急事態宣言の影響などで現在およそ7割が欠航となっています。コロナウイルスの影響による需要減で旅客数は前年から 71.5% 減少し、第三四半期累計では3624億円の営業損失となりました。先月末に発表された決算では、去年4月から12月までの損益は過去最大となる3000億円を超える赤字に。さらに先月、大阪や兵庫などを対象に2度目の緊急事態宣言が発出されたことで、予約のキャンセルなどが相次ぎ、職員は対応に追われました。されているのはどういったことされていらっしゃるでしょうか。緊急事態宣言の延長がございましたので、それに関して追加で便の運休が出ましたので、運休の対応というところで今作業をして作成をしているというところであります。今黒丸で示されたところは以前から運休が決まっているリストとなっているんですが、この赤のところは先日さらに追加になった運休便というふうになっております。沖縄行きご利用のお客様、皆様ご案内しております。運航する便数が削減されたことで、空港の運営に必要な従業員の数も減少。そこで ANA は去年4月、運航状況や希望に応じて2週間ほどの休暇を取得できる新たな制度を設けました。この中でどこにも行けなかったので、英語の勉強をしたりであったりとか、あとは自分が、研修で行った時の資料などを見返して、どういうふうに業務を進めていくであったりとか、改めて考え直すことができました。先行きの見えない厳しい状況が続く航空業界、それでも前向きに取り組む人たちの姿がありました。飛行機の誘導などを担当する吉田瑠香さん。去年4月、期待に胸を弾ませ憧れの世界に飛び込んできました。便が皆様ご存知の通りすごい減便されてしまったので、同期が何人かいるんですけど、同期で便の取り合いじゃないですけど、率直に思ってた仕事とはやっぱイメージは全然違ったな。運航便数が減ったため、空いた時間を見つけては自主的に先輩に声をかけて仕事のやり方を学びます。タイヤが減っちゃうと、はい、なんていうの、この地面に伝わらなくなっちゃうので、はい、マンホールがある場合は、こっちよりもこっちがマンホールの下通らない方がいいってことですか。うん、そうやね。あります。教えていただける、説明の時間が結構取っていただけるので、普段だと結構そこまで教えていただけないようなことまで教えていただけたりするので、それはある意味糧だなっていうふうに思っていますね。かつてない厳しい環境の中、今後の航空業界を ANA はどう捉えているのでしょうか。この1年間見てて思うのは、 IT や、モバイルの会議ですとか、そういったことで人の往来が少し減る分、旅行に行きたいっていう気持ちはものすごく消えないんだろうなと。大阪はですね、2025年に万博もございますし、 USJ も京都やいろんなところで観光ビジネスございますので、将来必ずまたお客さんも戻ってくるということを、我々としてはイメージをしながらですね、進めているところです。いかに自分たちが成長していくかっていうと、やっぱりポジティブに考えないと、ずっと落ち込んでいたら一日だけがもったいないなっていうふうにちょっと思いまして、前向きに頑張ってやってるかなっていうふうに思います。未だに収束が見えない苦境が続くコロナ禍で、航空会社の職員たちは明るい未来を信じて今日も奮闘しています。